はい、こんにちは。皆さんはね、普段空気ってちゃんと読めてますかね。例えば人がまだ話してるのにそれを遮って話し始めようとしたりとか、まあね、ある程度の関係性とかだったらいいと思うんですけど、空気を読むのってコミュニケーションを取る上で一番大事な要素だと思うんですよ。今回こちらみんなで空気読みというね、アプリスイッチのゲームをねやっていきたいと思います。お品書き、空気読み、サクッと空気読み、二人で空気読み。今回はちょっと一人でしかできないので、こちらやっていきましょうか。そしたら空気読みですね、これやっていきましょう。ここは自由に空気を読んでよい空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気が読める夢の世界、心ゆくまでご堪能ください。もう読みまくります。空気、画面内の赤いのを動かすことで空気を読め、そうじゃない場合もあるが、そこは空気を読んで違う行動をとれ。 OK、 中断したい場合はプラスかマイナス、はい、もう全てにおいてね、空気を読んでやっていくっていうね。第一問、二人連れ、ああ、これはもう簡単ですよ。これさ、いるんだよね、このさ、奇数のさ、席なのにさ、二つ開けて座ったりする人いるじゃん。一人で座ってる時。あれよくわかんない。あ、倒れる、倒れる。はいはいはい。これも簡単ね。でもドミノのになったことないからな。ドミノの空気読んだことないよ。何？伏せ、はい。これ空気読む前に操作がちょっとわかりづらいわ。それも空気読めってことね。第4問。うわ、そしたらさ、バカじゃん。ああ、なるほど、なるほど。列を寄るってね。でもさ、エスカレーターってなんか、片方に寄るのダメじゃない？わかんないけど。あ、渡り鳥ですね。オッケーオッケー。結構完璧に空気、程よく読めてるっぽい。程よくってこれどのぐらいなの？程よくっていいの？第6問、はい。サンタさん。あ、寝なきゃ。はい。あ、やばい。だるまさんが転んだみたいになってる。第7問。ご注文は？生。いや、僕ね、いつもね、一杯目モスコミュールなんですよね。さすがに生で。いやでも僕いつもモスコミュールなの、最初は。甘いお酒ね。おお、また居酒屋。何？ああ、はいはい。僕が一番注文ボタンに近いから僕が押すと。なかなかでもできない人多いかも。A、B、A。ここは空気を読んで。あ、やべ、選べなかった。いや、B を選ぶと。この最後の一品を出せたら付き合ってください。うん、いいよ。うわ、愛の告白、これ。あ、倒しちゃった。はい。フライング。フライングゲット。なんとはなしに読めてるっぽい。どういうこと？なんとはなしにって何？第11問。うわ、来た。何これ？え？え？はい。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 これ空気読めてんの？これ。タイミングゲーじゃん。じゃ、起立。立て。はい。起立。A。はい。着席。A。完璧。これ空気読むっていうか、まあ。彼女動物園で、ちょっとこれは。ちょっとごめんね。お盛んな動物園でした。いや、これさ、気づかない方がいいと思うんだけど。これ気づいたらいいの？
あれ？どうしたらいいのこれ。待って、全然空気読めてないかもしれない。わー。あ、ライブとか、スポーツ観戦とかでよくやるやつだよね。これ一回はやってみたいんだよな。面白そう、こういうの。この会場がさ、一体となってるみたいな。その雰囲気を味わってみたい。音よく読めてる。やったー。このポーズは空気読めてるポーズなのか。ひょうきんなポーズだったけど。雨が降っている。これはね、僕よくやる、本当に。絶対に傘は僕が避ける。なんでかわかんないけど、絶対そうするんだよ。次のバス停で降りる僕です。降りたい。終点中野車庫。これはね、押さなくていいんじゃないの？終点だから。わざわざ押す必要ないってことでしょ。うわ、カップル来たよ。これはちゃんとポールの間に挟まんないようにね。ポールが間に挟まんないように座ってあげるよ。だって余裕があるもん、彼女いるから。映画デートでしょ。この前恋愛映画見たからな。それをオッタにも見ようぜ。恋愛アニメはね、見飽きてんの。そう。だから、今回はテイストを変えてロボタに。あ、これもう、男は車道側を歩くでしょ？ただ実際、現代でさ、この車道側歩く歩かないを気にしている女性がどのくらいいるのかっていう疑問ですけどね。これ押した方が良かったの？これ。間違えた、これ。21問。おはようございます。はい。お前、あ。え？どうしたらいいの、これ。見ちゃった、見ちゃった。ガン見なんだけど。お茶の間、氷作って。さあ、侍。どこをもんだ。あ、すみませんでした。水戸黄門には頭上がらんと。また車道側だ。ああ、なるほどね。歩くペースを合わせるってやつ。これ僕ね、後ろからガンダム来てる。ガンダム来てんだけど。僕歩くの早いからな。あれはたまにできないことがある。今日はデート、そろそろ彼氏と思っていいのかな。アニメを見に行こうとするので恋愛映画にさせました。男の子って本当に空気読めない。やば。彼ったら勇気を出して手をつないできた。もう私たち付き合ってるよね。うわあ、人。初々しい。ていうかさっきのロボットアニメ、間違ってるじゃん。これ相手が空気読んでないよな。これはちょっと、あ、早歩きで。見なかったことに。そこはかとなく。26問。うわ、誰が家を予約やってくれるかな。仕方ない。 変な音。いつも僕はこうやってね、人がやらない役ばかりやらされてきた。ポーズも取っちゃうよ、こうやって。こうやって余り物ばっかやってんだよ、今までずっと。あ、これはね、どっちどっちどっち？いや、ここだ。これいいのか、これで。完成で。テトリスっていう本来の趣旨から言ったら、ブロックを消した方がよかった。君のを見てあげるね。わあ、楽しみ。いや、でもこれ消した方が気まずいな。消した方がガチ感出て気まずいぞ。右向け右。
これ合ってるよね。本人から見て右、あからさまに読めてるっぽい。これいいんじゃない？結構問題数あるね。あ、ツルツル。いや、何が違うんだよ。何が違うんだよ。バーか。あ、全然違うわ。バーバーとバー違うわ。あ、さっきのやつが、あ、ごめん、寝てた。寝ちゃってたわ。気づかなかった。君が手術に勝てるよう、明日の試合ホームラン打つぞ。これは打たなきゃやばい。来た。打ったんじゃない、ホームラン。それは知らないよ。それは今飛び込んで着方が悪いじゃん。これが最後のボールだ。絶対に当てなくちゃ。まず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 。俺悪くないって。それはね、君のエイムが悪い。あ、飛びます。タイミングとかいいのよ。飛べればいいんだから。うん。よろしく。馴染んでねー。全然溶け込んでないんだよ。顔といい、髪型といいさ、接待だわ。見なかったことに。すごい。すごい。接待の闇。あ、寝てる。これどうしたらいいの？いや、ちょっとこれ俺無理だわ。ごめん。僕これはね、隣の車両行っちゃうんだよね。申し訳ない。おっ。一泊ずれた。ほどよく。ああ、いいじゃん。こいつ片方手ないぞ。割と柄の悪いヤンキーかもしれない。あ、今度女の子ね。これはまあまあ、こういう日もあるよ。うん、こういう日もあるよ。そりゃ仕方ないわ。今日は大好きなアイドル A 子の握手会だ。いや、そうだけどさ、いや確かにもかな、なんかかわいそうとかあるかもしんないけど、やっぱ目的ってのあるじゃん、もともとの。そうだから、さっきの違うし、これはまあこういうことだよね。うん、あ、某リオのあれですよね。可愛い女の子の。あ、どうしたらいいのこれ。あ、 UFO、 UFO、 超低空飛行の UFO。 この部屋少し寒くない？了解。了解って何？寒い。じゃあ消せ。うん、寒い時は一旦消すの。カラオケとかもそう。寒くないって言ったら、温度上げる人いるけど、一旦消して。うん。で、また暑くなったらつければいいんだから。週刊誌。あ、一緒に読むってこと？この本屋どうなってんの？モラル。全員立ち読みしてんの。今の時代ありえない。あ、可愛い子供が相撲ね。いや、でも、現実見せてあげなきゃ。48問。大丈夫かこれ。あ、今度暑い。喉乾いた。ついでにコーヒー買って。了解。コーヒーって言ってたよね。コーヒーって言ってた。暑い。
からお茶でしょ。いや、ゼリーでもよかったな。振って振ってゼリーみたいなさ、炭酸のジュース、あれめっちゃうまいんだよな、夏に飲むと。あれでもよかったな。焼肉網の交換来てくれたんだ、ありがとう。あ、で、はい。でね、まだ生焼けだったのよ、脅威の気功術、合気道みたいなやつか。これね、よくテレビ番組であるやつだけど、これはちょっと場が凍るんで、倒れとこう。倒れないと場が凍るから、そこはかとなく読めてるっぽい。いや、どういうシチュエーション。51問。うわ、スパイが、いや怪しい、こいつね、あの紛れ込んでる。今のは意味が分からなかった。え、どうしたらいいのこれ。見てる。すすすすすすす。いや、めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。空気読むとかじゃない。気まずい、今の。スピード。あ、そういうことね。ほら。普通に今みたいな運転危ないけどね、道路の上だったら。ホタルの墓じゃんこれ。お腹すいたで頑張るからって。すーごい、線は書いても書かなくてもいい。兄が、もう俺が勝ってるんだ。ごめーん、ごめーん。来た。これはまあ消すわ、普通に。ごめん、ごめーん。程よく読めてる、ありがとう。懲りねえなこいつらもさ。どうした、一旦ね、ミスでリアクションです。一旦見えないところに隠す、うん、で後でさりげなく左手で落とす。温泉とか行きたいな。ね、聞いてんの、今年絶対スノボ行こうよ。スノボやったことないから行きたくないな、寒いしな。ね、どっちがいいと思う。ね、聞いてんの、ごめんごめん。あ、うん、ポイントか。聞いてる聞いてる、うん、聞いてるよ。ポイントカードで旅行行くの。ああ、音量さ、ちょっと聞きたい、ちょっと聞きたい。え、イヤホンってさ、マジでお泊まりしてるか分かんないから怖いよね、あれ。高すできない。今日はプレミアムフライデーだ。お前偉い。プレミアムフライデー3時に帰ろう。プレキンの日は3時で帰る。帰る。いや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 、帰ろうって決意してから帰るまでに2時間半経ってんだけど。今日は彼女デートだ、焼肉。うわ、まあちょっとこれはね、動物愛護団体に怒られそうなので。61問。この世界線どうなってんだ。人外が割とたくさんいる世界なんだ。何を取ろうか。普通に取っていいのかな。まあマグロかな。ちょっとお腹空いてるんで、ごめん。マグロかサーモン一択。ふざけんなよ。
ごめんなさい。ありがとう。ごめんなさい。どうぞ。これはね、コンビニ店員やったことあるんでね。そのお客さん、店員から見たお客さんとして。いいね。手あげよう。ん？イエーイ。そういうこと？合いの手ね。そのやつで。SDGs に反しすぎだろ、こいつ。今の時代叩かれるぞ。あ、ガンダム。お前、ついに彼女が入れ替わった。さっきさ、ロボットアニメ見て失敗したから、ちょっと恋愛映画見よっか。あ、せっかく彼女とデート来てんだから、恋愛映画見よう。そう来なくちゃな。ほんとやんわりと。だんだん良くない方向に。ああ、そういうことね。すいません。でもこれさ、今さ、見えないだろうと思って移動したけど、映画館って席決まってんだから、こっちの方が空気読めてないわ。ミスったわ。常識人すぎたわ。なんて言ってた今。いや、もう赤い方行こうか。そりゃかっこいい。ザクかシャーかあっちの方行った方がいいでしょ。後ろの敵いた。いや、この緊迫した音楽はなんだ。後ろの敵。あ、来た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 。あ、むずいむずいむずい。意外とむずい。あ、簡単。インベーダーね。インベーダーゲーム昔よくやったな。上映中。あ、スタンディングオベーション。相当いい映画だったんだろうな。これ取らなくてよかったよね。明らかに場違いだもん、俺。お前は読めてない、多分。一番後ろの席を取れ。必勝。受験絶対勝つ。え？なんか今いたな。なんだった今。ホテルの墓。なんでナベスからかんな。食べ物が届くまで少しの辛抱だ。いや、毒キノコやん絶対。あ、すまそう。来ました。あこの中華製ライジングさんみたいな音楽なんなんだよ。エアロビジョンしかも。明日は彼女のデートだ。明日の受験で俺の人生が決まる。武道館ファーストライブ成功しますように。みんなのね、思いが。バイバイ。みんな思い思い、ね、あるんだな。白馬のおじさんに助けてもらうことが私の夢なの。魔王の城、競馬場。いや、競馬場っぽくね。だだろ？魔王の城でレース3連単当てて、ボロ勝ちして人生助けられるって話だろ。まあ競馬やったことないんですけど。あ、ライブの。ちょむずいなこれ。俺だけ一人歩きしてるわ。ちょっとむずいって。どういうリズムなんだこの歌は。仮想大会。いや、何の仮装これ。何の仮装なのこれ。あ、押すなよ押すなよ、絶対押すなよですね。はい、押すなよって言ってる時に押すんで。大悟が言ってた。千鳥も。あ、熱くない。あー、オッケーオッケー。これをさ、まあ、ある程度視聴者も分かってる上でやっぱ笑いに変えられるっていうのはね、すごいよな。
業界に詳しい英子さん。アイドル B 子ちゃんが始球式を行います。めちゃめちゃ上投げ。甘いな。そんな球じゃ芸能界やってけねえよ。も？合ってる？トライフォース。ゼルダの伝説か。まもなく山頂だ。俺わかんねえこれ。スノボ行ったことないからわかんない。どうしたらいいのこれ。このままでいいの？ちょっとごめん、スノボしたことないからわかんないんだよ。クマに襲われた時は死んだふりをした方がいいんだよ。これはね、命の危険かかってるから、ふざけられません。匂い嗅ぐな。あぶね。第85。あ、ちょっと。ちょ。さあ、86問。あら、シートベルトがちゃんと閉まってないよ。それは大事、マジで。シートベルトは本当に大事。87。え？ああ。はい、君、また。おい、おい、先見ちゃう、こっち。もう先こっちで動き見ちゃう。もう隣の人と目合っちゃう。え？人間好奇心に勝てないからな。UFO だ。デブのくせに動き早すぎるだろ。うわ、人体解剖されてる。せめて脂肪を取ってほしいんですけど、どうしていいの？これ何？地球を滅ぼされたくなければ空気を読め。はい。地球を滅ぼされたくない。地球を滅ぼされたくな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 い。おとといの明日は明後日の先おとつい。わからんわからんわからん。前は痩せているか。中肉中背です。ここで何かを見たか。見てないから返してくれ。秘密は守ります。だから脂肪だけ取ってってほしいな。かゆいところはありま、あ、ちょっと。背中がね、あ、かしこまりました。背中に手が届かないんですよ。なんとはなしに読めてるっぽい。キャー、助けてー。どうしたらいいんだ？あんた、そういうこと？あいつさっきのあれじゃないの？イエローじゃないの？レンジャー戦隊ヒーローの。なんでやねん、ほちゃうか？ほちゃいまんねん。食らってんの？違うわ、これ。右左の問題か、もしかして。あのバンドの今後の方向性、解散、ボーカルソロデビュー。
あ、ちょっと。いや、これどうしようもできなかった、今。ジャンプしかできなかったけど。北地球温暖化グループ。温暖化ロックバンド。なんか、北、ジョイマンと。愛しちゃってるかーい。その熱で、地球温暖化？3人ソロになっても応援してくれ。おい、さっきのバンドじゃねえか。いや、お前らはグループだからよかったんだよ。ソロじゃ、だって、ジョイマンとさ、松岡修造と誰かだろ？せっかきだ。これはね、ちょっと普通に開けてあげたい、窓。あ、ちょっとごめん。こんぐらい。僕もせっかきなんで、代謝が良すぎるから、あれぐらいのね、気遣いはね、できたらいいなって思いますね。96問。何問あるんだ？ 100 問か？今日は絶対に座るぞ。そう、こういう時、こういう時、そう、こういう時ね、この真ん中に、まあ、ここはまだいいか。そう、コロナの時期とか、今もね、まあ、気にしてる人いると思うんですけど、やっぱ一つ間隔で開ける。暇なら久しぶりに襲うか。ヒーローいるよ、ヒーローいないです。まあ、映画。ドラマ的にはこっちか。もう来たよ。ウルトラマン、あ、早い。ちょっとプライドがなさすぎるな、この怪獣。もうちょい耐えろよ。うわ。久しぶり。来てくれたんだ。ずっと会いたかったんだよ。もっと強く手を握ってて。懐かしいな、この感じ。心霊写真を収めて、ちょっと、ちょ。あれ、携帯の待ち受けにしてるんだよ。思い出の内容が。ああ、まあでもね。それぐらい仲っていうことか。一緒デートしたことあるでしょ？あったわ。全部知ってるんだからね。もっと一緒にいればよかったな。怪獣って本当にいるんだね。私潰されちゃったよ。私と初めて会った日覚えてる？あなた優柔不断だから。私のことは忘れ、ロボット映画か。早く新しい人を見つけてね。なんか涙が止まんない。どうしたのこれ。空気読めなくてごめんね。気弱でも。いつも周りの人に気配りできる。優しいあなたが大好きだったよ。でも空気なんて読まなくていい時も。あることを忘れないでね。ありがとう。さようなら。死にたくないよ。急に感動ストーリー。うわ。心電図切れた。100問。え？最後何だったの？え？思いやり。思いやりが最も高くエコカー級。
星長き、空気読み読まない、サクッと空気読み、二人で空気読み、あ、増えてる、めちゃめちゃ。過去のお前とかなんかいろいろあるね。今回はこちら空気読み一応やってまいりました。ちょっと時間があったらね、他のところもやってみたいなと思うんですけども、今回はちゃんと空気読めてたかな。まああんまり数値的には良くなかったな。ってことでね、空気読むっていうのはなかなか難しいことなんですよ。その場に応じた空気を読まなきゃいけなくて、でそれが正しいかどうかっていうのもその場によるから、でだから空気は読めなかったとしても落ち込まずにね、気にせず人生を楽しみましょう。ということで今回もご視聴ありがとうございました。さようなら。